シコデリコジュニアのリングネームで知られるアーロンド・ドリゲスは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロレスラー。父は、エル・シコデリコ、兄は、イホ、デル・シコデリコ。おじは、ミルマス・カラス、ドス・カラス。いとこのドス・カラス、ジュニア、エル・イホで、ドス・カラスもプロレスラー。おじのドス・カラスの指導を受け、1998年1月に、メヒコ州。 ネザワルコ・ヨトル・アレナ・サン・フラン・パン・ティトランでデビュー。メキシコのインディ団体を経て1998年、中頃からトリプル a を拠点とし、ペロ・アグアヨ・ジュニアらが率いるロス・ジュニア・アトミコスのメンバーとなって活躍した。2001年に CMLL と契約し入団。同年8月にベテランレスラーと若手レスラーがタッグを組んで争うトーナメントである。 トルネオグランアルタナティバにオリンピコと組んで出場し、優勝を飾った。しかし、その後大した活躍をすることができず、2003年に退団。2004年1月4日には、ハッスルに参戦し、マスカラス一族の一員として来日。ドスカラス、ミルマスカラスとタッグを組んで、トム・ハワード&、ダスティローデス&、スティーブ・コリの組から勝利を飾った。 2006年よりアイグに参戦するが、渡米することを決意。同年、アメリカに渡り RCW を経て、NWA の加盟団体や力、ティネに参戦。2007年6月、NWA 加盟団体のトップレスラーと各国のフリーランサーで活躍しているレスラーたちが集結し、NWA 世界ヘビー級王座を争うトーナメントであるリクレイミングザ・グローリーに参戦。 一回戦のラフネックライアンに勝利するが、続く、準々決勝のクラウディをカスタニオリに敗れた。同年7月8日、ティネにて、インコグニートとタッグを組み、ジョーイ・ライアンカール・アンダーソン組、ビリー・キッドマンショーン・ウォルトマン組と、NWA 世界タッグ王座をかけて、トリプルスレッドマッチで対戦するもダッシュに失敗した。2009年4月、 WWE とディベロップメント契約し、入団。参加団体である FCW にてトレーニングを積み、リングネームをエスピラルに変更。アルベルト・バンデラスとタッグを組んで出場していたが11月にリリースとなった。WWE 解雇後は再びアメリカのインディー団体を中心に活動。 同年2月には NWA 世界ヘビー級王者のブルーデーモンジュニアと王座をめぐり構想するがダッシュするに至らなかった。2012年9月、01の天下1ジュニアに参戦するが2回戦で脱落となった。2013年4月、WWL にて行われた01メキシコ王座をかけたフェイタル4ウェイマッチに出場し、アクセル、エルイホデルレイミステリオ、 オクタゴンジュニアと対戦して勝利し、王座を退官。2014年3月、WWL にて、エルイホで、ドスカラスとタッグを組んで、WWL 世界タッグ王座を保持する、ロスマミートスと対戦するが王座を奪取するに、至らなかった。ありがとうございます。